アイロンです。今日なんですけれども、エクスパンデッドベータでダークライブイスターを使っていこうかなと思います。ダークライブイスターと言ってはいますが、基本的にはターボダークですね。ダークパッチやガラルファイヤー V のジャイアンの翼を使ってエネルギーを加速して、ダークライブイスターや月光眼のゾロアーク GX の悪の波動を打っていこうというふうなデッキですね。というわけで対戦の方に行ってみましょう。カミツルギ抜く？でも GX ささもったいないじゃん。もったいない。抜いたらね、絶対ここにカミツルギあればなってタイミング来るんだよな。絶対来るんだよな。待って、これイキリンコ入ってないな。イキリンコ入れよう。さすがにこのデッキはイキリンコやろ。よかった先行で。あー、これちょっと困るな。まあ手張りするしかないか。まあでも時もあるから手張り戦でいいか。これ次ニッパチはね、さすがに出ないんだよね。待って、これニッパチ出ないからさ、狙うべきはさ、ワイホーンプラスデッドムーンなんじゃない？もしかして狙うべきそこか。そこ狙うか。話変わってきたな。ダークパッチ打ったの間違ってんだけど、まあいいでしょ。いい感じにつけて、うん、いいじゃんいいじゃん。悪くない悪くない。え、これ出るかな。ニッパチ9枚要求でしょ。1234567、あと5枚。5枚は無理かな。何それ。あー、出た出た。ご定置オルタアドレス全力のやつ。その後が弱いやつでしょ。知ってるよ、何でも知ってるよ。いや、これ多分オルタアドレスの後に倒したら勝ちなんだよな。さすがに、さすがに勝ちなんだけど、ワイホーン引けるかどうかのゲームか。まあクロワットも一応山にあるから頑張ってもらおう。頑張って倒してもらおう。3枚入れてビリリターンプラス230で280出す雑誌なんかね。あー、あったなそれ。そうや、サナニーフにデデンネとサンダーマウンテン入れて殴るやつね。それ殴れた場合強いかもしれないけど、殴れなかった場合があんまりにも弱いよな。あー、そう、レックじゃなくてミラージゲート打つやつ。確かにレックの方がいいか。レック付け替えの方が早そうだよな。実際エネルギー落としてレックで付けてね、あれでいいもんね。あ、いける。え、もう7枚ある。あ、7枚ある、すっげえ。これフォロワーだな。ヌメルゴン入れればって言ったもんな、確か。水鋼で同じ色使えるヌメルゴンがいいんじゃないって発言した記憶あるわ。何がいいってあれだね、ミラゲでこことここにつけれるのは偉いね。実際こことここにつけれるのは偉いで、 V スターもここで使えるから、あー、おもろいじゃん、おもろいおもろい。もう1枚ある、ミラゲないか。待って、全力で倒しに行こう。時輪から使うは嘘だよな。うん、これは切ってよくて。あー、ハンドが全然切れない。手張りとこれでいいから。うわー、トレッキングシューズかなんか欲しい。え、待って、これさ、5枚いけない？頑張ったらいけないかな。あれ？これ、あー、輝く月光がサイド近い。くそ！マイホーンは？いやー、2枚あるんだけどな。引かないかな、気合で。気合で引いてくんねえかな。すべては気合で引きなさい。あー、もうハンド圧縮か。しゃあないな。いや、頼む、マジでいけるって、引いてくれー。オッケー。いやー、でも風船も欲しかったな。欲を言うなら、欲を言うなら風船もワンチャン引けるな。ワンチャン風船引けるな。てかさ、ここに当てた方が強くない？ここにさ、デッドムーンあれた方が強い説あるんだけど、どう思う？いや、いいか、エネルギーたくさんつくし。でも280ダークライワンパンだもんな。どうしよう。打てんだろさすがに。次ミラージュゲートプラスさ、ヌメルゴン上要求じゃん。結構きついと思うんだよな。ダークパッチはこのターンに打ってもいいな。ぶっちゃけぶっちゃけ打ってもいいな。あ、待って、間違えた。逃げる前に使わんといけんかった。やっちゃった。あー、もう、じゃあいいや。じゃあ諦めた。はい、諦めました。230殴るか。やっちゃいましたね。やっちゃいました。プラン変更。ヌメルゴン殴ります。ダークライで。プラン変更じゃねえんだよ、バカ野郎。もしパーにかけろよ。さすがにプレイの一貫性がないよな。そうなったら。まあ、ここ耐えてるし、多分ヌメルゴン倒したら勝ちだと思うんだよな。で、これダークパッチ抱えとけば、次もダークライ殴れるから、ハンド干渉なかったらだけど、まあ、ないでしょ、大体。使わねえか。まあ切って逃げてもいいけど、いや、まあ
逆に合ってんじゃね逆に合ってんじゃない1枚使っといてもいいか。1枚使って手張りプラス、まあボスでここ捨てくんのかな、そもそもしてこないと思うけどね。1枚プラス手張りプラスダークレの効果でいいから、まあこれでいいか。まあ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 、結果論いいんじゃない。結果論すぎるな。次なんじゃも打てるし、まあ次は間違えずにクロバット前の状態でワイホン打つよ、ちゃんとね。ハンド干渉あったらワロタ、それはワロタ。まあなんじゃもだったらでもワイホン引くと思うけどね、ワンチャン。15枚中4枚だから。ローリングアイアン、アクロンハードって NS 出ないから偉いこんなもんでしょ大体。一番打点出るのがこいつだから、こいつにエネ貼っといて、マイホーン、ヘビーゴー、まあ、山圧縮して、あ待って、ネスト空打ちしてないわ。一応風船引いたら風船つけた方が打点出るから、風船は、いやでもグズまでロックされるのが負け筋だから風船持っといてもいいな。どうせグズまで勝ちだし持っとくか。いやいいんじゃない、いや逆に合ってたまであるな、これで。こっちの方が良かった。いや、でもさすがに殴ってたら見上げなかったら、ヌメルゴン殴れなかったから、まあ、言うて、こうじゃない方が良かったんだけど、先にね、デッドムーンで、デッドエンドか、倒した方が良かったけど、まあ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 。誤差ということで、一つお願いします。こっからが相手なんもないんだよね？でしょ？そうでしょ？知ってるよ。何でも知ってる。こっから残りのね、サイド 3枚取るのが難しいはずなんだよな。殴られたら拍手。ヌメルゴン、まあそうだね。毎回、気絶に苦戦させられてるよな。スタンだったらね、ギラティナの。え、ミラゲある？ミラゲ手張りある？いや、手張りはできるか、森で。ミラゲ逃げがあったらやるわ。そう、180なんだよな、HP が。わー、行かれるか？あるか？いや、まだないか。いや、なんじゃも強いでしょ、言うて。言うてなんじゃも強いでしょ。どうですか、なんじゃもさん。うわー、ある、マジ？アルマジロ、入れ替えあるか。エネルギーないじゃん。そりゃ勝ったでしょ。よーし、危ねえ。ふう、うい、惜しいな、デッキな。かなり惜しいとこまで来てるんだけど、なんか足らんよな。まあ、なんかって分かりきってはいるんだけど、スカフィだな。1番はスカフィかもしれんな。ダークライン前、まあまあ別にいいでしょ。1枚ぐらい、あー、これデレンネ切ってデレンネ戻して生きりんこ使うか、それともいいな。うん、デレンネ残しといて生きりんこ出して、ダークライトイキリンコ出して、うん、いいんじゃない。超タイプだったら勝ちっすよ、こっち。悪タイプっすよ。マーシャドウじゃない。なぜなんだ。イキリンコ出し、ハイパーボール。まあ、一旦ダークライかな。何かあるんだよな。じゃない理由が。マーシャドウじゃない理由がなんかあるんだよ。ネット？ネットとかかな。あー、次は、まあまあ、まあ結構いいか。結構いい。結構いいムービングしてる。結構いいムービングファストボールしてるけど。前張り。前張り前張り逃げる。それでもいいか、ワンチャン。ワンチャンありか。まあでも裏でいいか。いや、1回目貼っとくか。1回目貼って。これでいい。ああ、いい動きしてますね。良すぎじゃないこれ。パンプディン使う説。あり得る。百鬼夜行ってなんだっけ、太鼓の達人の曲しか思い出せんな。黒馬か普通に。トレコパンプジン。パンプジンじゃない。無限大だから黒馬？さすがに黒馬には負けないっすよ。何を隠そうね。悪なんでこっち。悪タイプなんでね。ああ、そうやな。クレセ入り。これ待って、これ、公式済みか？公式済みってでもバケッチ入ってないはずなんだよな、多分。多分入ってないはず。クレセリアね。そうだね、黒馬だね。グズマにしとけってマジで。絶対グズマの方が強いと思うけどね。君がそれがいいなら僕は止めないよ。そう、俺の思い出すよね、これ。後手1から、クレセが殴って、オロエノにエネルギーつけて、マリーして、ナイトウォッチ使うっていう。無人でね。いや、あれ、そこそこ今でも強いよな、なんなら。なんならワンチャンあるよな。先行ゲーだし。でも、あれか。後手1で張り返された時がやばいか。後手2じゃない。先行2ダメか。先行2ダメにルギアに張り返されても負けだから、なんとも言えんな。これは、つけずに博士でいいか。はいはいはい。月光ガまで出して、デレンネ使う？クズマが2枚切れちゃうけど。さすがにダークライもう1匹かゲコソロかなんか出したい気がするんだけど。風船引かんといかんから、結局ね。ダークライか、ゲコソロだったら、サイドレース的にゲコソロの方がいい、良いんじゃね？良いんじゃね？と思ってるから、これでいいか。で、レンネ戻したからあるでしょ？これでいいんじゃない？で、山ひたすら圧縮して、コーガはキリマンジャロ。キリマンジャロのコーヒーです。あ、クロバットまであるか。クロバットまであるなら、クロバット
とワンチャンあるか。グズマ持っときたいもんな。いやーでもさ、絶対になんかカード引きたいからもう山圧縮するべ。いらんいらんいらん。絶対に引きたいカードが僕には存在します。なんなら単価使い回せるしな。あのグズマは回収できんけど手帳入ってないから。オッケーオッケーオッケー。どこで殴ろうかな、どこで殴ろうかな。これ迷うな。ハイパーボールは、ハイパーボール切るとこなくねこれ。まあ、時はでも切っていいかも。時は切っていいから。え、待ってこれさ、 NLP 回収する意味あった？1枚しかないからこれ回収する意味なかったな。ガラルファイヤー、ダークパッチ温存するか。ダークパッチ温存して、まあ、次270は出んやろ多分。ゲン耳挟まれたらワンチャン出るけど、先に使うこれ。ダークパッチ何枚押したっけ。1枚しか押してないか、まあ、じゃあいいかこのままで。いやでもグズマ欲しいな。グズマめっちゃ欲しいな。エネルギーが、いや時はもっとかんといけんかった感がすげえ。まあ、倒されても手張りプラスダークパッチでゲコゾロと倒せるしな。1,2,3,4,5 枚だから180の倍の360、余裕でワンパン。まあ、黒板には負けないっすよさすがに。そんな甘くないよ。まあ黒板に勝つためだけに使ってるようなもんだからな、このデッキ。黒板に勝てんかったら使う意味がゼロ、さすがにゼロ。てかなんでお前風船化けちゃ前ちゃうねんお前。構築済みデッキってスーパーボール入ってなくね。なんなら入ったっけスーパーボール。ちょっといじったなお前、構築済みを。わかるよ、オリジナリティを出したかったんだよな。その気持ちはよくわかる。やっぱ面狭いな。でも面の狭さえぐいな。どんだけ面狭いねんこのデッキ。面しか狭くないよ。てかバケッチャ前なんじゃないのお前。そもそもなんで黒板前出ししてる。ちょっと一から教えたいな、こいつにポケモンカードを教えてあげたい。海外選手よくさ、ポケモンカードのコーチングのやつなんかやってるよね、知ってる？ちょっと受けてみたいんだよな、逆にコーチング。でも英語だからさ受けらんなくて、日本じゃ多分誰もやってないと思うけど、とあるサイト経由してお金払ってコーチ受けるみたいな、あれいいよな。でもまあまあジャハ博士でいいか。山圧縮してなもねえわ。まあ月光じゃないわ、こいつに1枚手張りできれば十分だから。それはなんか戻しとく。もうどうせ落ちるからダークパッチでも戻しとくか。まあ単価戻すか。単価でクロバットぐらい使えるもんな。単価ダークパッチ戻しして、あ、まあ時は張り替えてもいいな。なんならエネルギーある、エネルギーあるね。時は張り替えて、これでもダークパッチも使っといて、これ絵で張る場所なくね、そんなに。そんなにないんだよな。お前がまずつけるじゃん、で、ここに手張りすんじゃん。あ、手張りしね。ああ、まあまあ、ちょうどいいか。ちょうどいいぐらい。ちょうどいいぐらい。あ、え？あ、全然落ちてねえ、エネルギー。全然落ちてねえわ。540。これがやっぱ悪魔の真骨頂だよな。エネルギーが何枚？ 1、2、3、4、5。てかまあ、逃げてもよかったけど。てか逃げてもよかったけど。まあ、逃げなくても勝ちでしょ。ナメプか？まあ、逃げて、V スターパワー温存した方がいいか。ここで殴った方がいいか。変わらんけどね、どうせ。どうせ変わらんけど。奥まで殴ってきた時点で勝ちなんだって。ここでね。ここでもいいし。どっちでもいいから。まあ、弱砲来た場合だけ困るけど、その場合でもさ、これプラス1だから、7枚か。7枚、8枚か。まあ倒せんな。ギリギリ倒せんな。黒丸弱砲ってなくなったよな、結局。なんでなんだろうな。もともとはウィークガードが入った時期あったんだよ。最初の最初に黒馬がエクで出た時に、まあ、結局なくなってって、結局引けねえしな。まあ、今だったら石があるから、まあ、ワンチャン入れてもいいけど、まあでもどっちもブロワーで剥がされるのが目に見えてるから、だからまあ入れるとしたらウィークガードなんだけど、ウィークガードはな、打点上がんねえしな引いた時に。まあなくていいんじゃない、割り切っていいと思うけどね正直。まあ、遭難すまで時間稼げば勝てる時勝てるし、特に無限ダイナは。アクパはね、遭難して時間稼ぐのちょっときついけど、あ、それ偉いな。あ、もう負け額パンチいい、いいよ、嫌いじゃない。そういう負け格パンチ嫌いじゃないよ。諦めてね、うん、諦めは大事。バンドはエイジ。お、はいや、技打つの早すぎだろ。ドローする前に技打ててるんだけど、まあまあここには負けないっすよね。